はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は高校国語教科書聞き流し、自立と市場というね、松井明彦さんの話を読んでみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が受教会35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。さあ、では早速読んでみましょうね。これ東京書籍のね、高一用の教科書です。自立と市場、障害の当事者研究の第一人者である熊谷慎一郎さんの話を聞く機会があった。熊谷さんは東京大学先端科学技術研究センターに所属する准教授で、小児科医、生後すぐに脳性麻痺となり、現在でも車椅子の生活だ。彼の母親は熊谷さんの教育に情熱を注ぎ込んだ。医師の指示のまま健常者と同様の動きを要求され、うまくできないと叱られもした。ある時、熊谷さんはふっと思った。このままじゃ僕は母が死んだら死ぬなと。親の反対を振り切って山口県から上京し、一人暮らしを始めたのが18歳、大学生になった時だった。自立したと感じた。もちろん様々な支援が必要な熊谷さんの生活は、非障害者が思い浮かべる意味での自立とは異なるかもしれない。では何が自立を感じさせたのだろうか。自立は依存の対極である。熊谷さんは母親依存から脱却して、自分で自分の生活を組み立てるようになる。現在熊谷さんの支援者はリストにあるだけで数十人に上る。必要に応じて彼らに支援を要請するが、特別な一人に負担をかけることはない。太いが切れたら終わる一本の命綱に頼っていた生活から、ゆるいつながりで形成された支援の市場の網の目に支えられる生活となったのだ。この話を聞いて、宮沢賢治のなめとこ山の熊という動画を思い出した。熊と豪気な漁師の小十郎、そして彼が命を懸けて取ってきた熊の毛皮を二足三文で買い取る商人の話だ。なめとこ山の熊のことなら面白い。お話はそんな風に始まる。熊が主人公かと思いきや、それを倒す豪気な漁師小十郎の話だ。小十郎の熊の親子の会話を聞くところを読んで、はあはあ、漁師と熊の話だなと思うとまた裏切られる。この豪気な小十郎が町へ熊の皮を売りに行く時の惨めさが、この物語の主題テーマである。町の荒物屋であの豪気な小十郎がどう考えても安いと分かっている2円という値段で皮を買ってもらうために、必死に店の主人にお願いをするのだ。この動画を読んで、市場の不条理を憤る人もいるだろう。反対に市場なのだから仕方がないと嘘吹く人もいるかもしれない。だがどちらの意見ももう少し吟味してみる必要がある。一番の問題は、小十郎がこの毛皮を強欲な商人に売るしかお金に換える方法を知らないという点である。小十郎の生活は商人に依存してしまっているのである。母親の愛情と商人の強欲を一緒にするなとお叱りを受けそうだが、依存という一点に関しては共通するものがある。商人の強欲が問題になるのは市場のせいではない。むしろ市場がない、小十郎に選択肢がないことが問題である。小十郎にとってこの商人は命綱なのだ。そしてそのことを知っている商人はそれを利用する。市場の特質は良かれ悪かれ、そのしがらみのなさにある。もちろん市場経済の下でも私たちは様々なものに依存している。スーパーやコンビニがなければ3度の飯も満足に食べられない。店にしても客が来なければ困ってしまうから客に依存している。しかし特定の誰かと強い依存関係に陥ることはない。 A 店で物が買えなくても B 店に移れる。 C という客に嫌われても D という客が物を買ってくれれば店は商売になる。数多くのゆるいつながりに支えられた生活、
それが市場経済の本質である。熊谷さんは言う。依存先が十分に確保されて、特定の何か誰かに依存している気がしない状態が自立だと。たくさんのものに支えられている状態が自立なのだ。市場は多くの場合、さまざまな選択肢を私たちに与えてくれるが、それとても絶対視すべき存在ではない。お金を稼ぐことが自己目的になっている人がいる。これは私に言わせればお金依存症である。お金がないと不安で、何でもお金に換算しないと先に進めない。依存先がお金しかないのである。先立つものがないのはさすがに困るが、お金で手に入れることができないものもたくさんある。特に精神的な満足感は多くの場合、市場以外のところで手に入れるしかない。大震災の時、市場の物流がストップして、それ以外の物資調達が盛んに行われたり、人々の善意が市場の損得に変わったりしたことも記憶に新しい。市場に依存しきってしまうこともまた、脆弱な基盤の上に立った自立と言わざるを得ないのかもしれない。私たちはそのことを十分認識した上で、市場との付き合い方を考えていかなくてはならないのではないだろうか。松井明彦さんの自立と市場です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。